イジャーバシェーゴイジャーバシェーゴはイタリアローマ生まれの作家。両親はソマリア出身。ローマラサピエンツァ大学で外国文学を専攻後、ローマ第三大学大学院教育学部でジャーナリズム、異文化間対はインターカルチャリズム、移民などをテーマに研究する。アフリカ文学、移民について様々なメディアに執筆。2003年短編、ソーセージで、 移民作家を対象としたエクストラ賞を受賞後、アルフレド・ヒッチコックを愛したノマド女性で小説家としてデビューする。移民文学を集めたアンソロジー、黒い羊たち、生まれた時はトレーラーハウス、移民の子供たちが自らを語る、錦釣りの愛などに作品を発表する。その後、バビロニアを越えて、今いるところが私の家、アドゥアといった長編小説を発表している。 自身のルーツであるソマリアと生まれ育ったイタリアの双方の文化が入り混じる日常を題材とした作品が多い。フィクション以外の著作としては評論、否定されたローマ、ポストコロニアルの旅程や音楽評論、カエターノベローゾなどがある。短編、私は誰は、アンソロジー、どこか安心できる場所で新しいイタリアの文学に所集されている。 ありがとうございます。